2021秋アニメ最終回ということでね、今回の動画では2021秋アニメを最後まで視聴しまして、まあ、それぞれのね、個人的感想と最終評価をつけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。評価は上から SSSABC といった形となっております。はい。あくまでもね、個人的な感想でございますので、まあ、個人的なね、まあ、好きな趣味思考とかもね、もちろん反映されていますので、そこら辺は多めに見てやってくださいということでね、最後まで視聴した作品は以下の の通りとなっております、えー、中盤でも言ったんですけれども、えー、四季桜以降の作品っていうのはえー、っと途中で見るのやめてしまった作品ですので感想を省かせていただきますそれではね、左上の、えー、メガトン級武蔵から話していきたいと思いますまずはメガトン級武蔵なんですけれども評価は B ですかねはい。ということで、言い忘れたんですけれども、すべての作品の評価が終わった後に、最終的に、まあ、全体のね、評価を見回してみまして、まあ、それぞれね、この作品よりは上じゃないか、下じゃないかとかのね、微調整をしていきますので、まあ、最終的にね、評価が変わったりする作品が出てきます。ですのでね、ぜ、ま、ひ、あ、とも最後までご視聴のほどよろしくお願いします。ということで、ね、話は戻りますが、まあ、最終回は放送されたんですけれども、まあ、完全にね、綺麗にスパッとわる最終回ではなくて、普通に続編も、えー にに決ままっっっっててていいいいいるるるうううととととここころろででで来年か中放送されわわゆる第一部が終たございますはい。ですので、いろんな謎なんかまだまだ分からずっていうところで、す、すべてのね、あの異星人との対話っていうのもまだ綺麗にな、なされていないっていうところでございますので、まあ、まだまだこれからなのかなっていう作品でございましたね。まあ、それ前提の最終回ということでね、なんかむしろ最終回っていうよりかは、次のね、始まりの序章みたいのが描かれて最後終わったっていうのはちょっと気になりましたね。はい。で、えっ、ー、と、 全体のお話なんですけれども、えっと、メガトン級武蔵、まあ、一言で言うと、まあ、熱血バカロボアニメっていう感じの作品なんですよね。いい意味のバカさ加減のロボットアニメっていうことで、ロボットアニメ、うんと、いわゆるリアルロボット系とスーパーロボット系っていう系譜があるんですけれども、まあ、それで言うとスーパーロボット系に分類される作品でございまして、熱いロボットアニメってこれだよっていうのが、しっかりと内包されているアニメでございましてね、今の令和の時代にこういうロボットアニメが出てくるんだっていう、すごい逆の意味で新鮮さ はずっとあった作品でございましたねうん。それぞれのキャラクターっていうのが んと結構いるんですよね、このメガトン級武ームサシっていうのは。ワンクールの中でも、主要キャラクターでも、6人とかそれぐらいいるんですよね。で、他のサブキャラクターたちも含めたら、すごい数が登場してくるんですけれども、しっかりそれぞれの名前、割と覚えてるもんなんですよね。なぜかっていうと、それぞれのキャラクターの掘り下げ具合が、すごい綺麗にできているんですよね。ワンクールっていう12、あ、10 13話かな。13話の中で、これだけの数のキャラクターっていうのをしっかり一人ずつ、この、各話ごとにやってるんですよね。で、しっかりと、 そういうところで、キャラクターの扱いとしては、うまくできたアニメだなと思いましたね。で、ロボットシーンに関しましても CG すごいかっこいいですしね。うんバ、バカみたいなね、必殺さなんかもあったりして面白かったりするんですけれどもね。うん。まあ、といった感じでございましたがね。秋アニメって、ロボットがすごいたくさんあったんですよね。ロボット作品っていうのがね。この、メガトンギムサジをはじめとして、境界戦記とか作画とかいろいろあったんですけれども、 あのーまあ、先にぶっちゃけて言っちゃうとメガタン級武蔵が一番面白かったかもしれませんロボット作品の中でいうと。うん。それぐらいね最初はそんなにうん、えー、とあいわゆるな。 バカロボットアニメなのかなっていう熱いロボットアニメなのかなと思っていたら結構シナリオも面白くってね、ゲッター3ポジみたいなその不良のやつがいるんですけれども、リュウゴだけかな、まあ、そいつの回なんかめちゃくちゃ泣かされちゃったりね、結構累戦に来るようないい話もあったりとかね、普通にストーリーもなかなか面白かったのでね、あの今期のロボット枠の中では最終的には一番良かったんじゃないかなと先にぶっちゃけていっちゃうとね、まあ、そんな感じでもありましたね。ということでメガトンキムサシでございました。え続きましては進化のみでございます。進化のみ評価は うーんと、C ですかね。はい、まあ。C なんですけれども、結局最後に、ね、見ちゃったみたいなね。これも、あの、いい意味でのバカアニメっていう作品なんですよね。バカがちょっと振り切れている面白さがあってね。いわゆるない世界、まあ、集団転移っていうところから始まって、まあ、主人公はブサイクなんですけれども、も進化の実っていうね、あの果物みたいなのを食べて、体が進化していってね、最強エイトいたっていくみたいな作品なんですがね。あの、そういうのを、いわゆるナロー系の、そのストーリーラインっていうのを謎っていくと、どうにもね、主人公、 がいけすかなくなってくるっていうパターンは非常に多くあるんですけれどもこの作品っていうのは主人公は完全にツッコミ役に回ることによってねそのお前がいないと。 回らないから頼むからいてくれっていうね、逆に主人公がいてくれてよかったみたいなね、主人公に好感が持てる作品だったんですよね。うん。あの、最初から最後までずっと一本筋が通ったね、バカを保っていた作品でよかったなと思いました。まあ、ということでね、評価は C なんですけれども、なんかワンクールに一本ぐらいはこういう作品で欲しいよなっていう要素を摂取できるような作品でもございましたね。というところで進化のみでございました。え続きまして、セレクションプロジェクトセレプロですね。評価は、 これ難しいですね、評価が。 C ですかねうん。いやちょっと B でもいいかなと思うんですけれども、とりあえず C にしときます。あの、まあ、アイドルオーディション番組をやるアイドルアニメっていうことでね、まあ、アイドルを目指す子たちが、まあ、全国から集められて、まあ、一緒にね、共同生活をしながら、それがテレビ番組として、ね、放映されていくんですけれども、まあ、それでね、そのファンを獲得してね、エールをもらうんですよね。そのエールに応じてなんか勝ち上がっていくみたいな話だったんですけれども、まあ、中盤あたりで参加者同士で脱落者を決めるみたいな下りがあったんですけれども、 まあそこもなんかうまいことお茶を濁してみたいな流れだったんですよね。うん僕的に期待していたのはやっぱりこういうオーディション番組で、そのやっぱ脱落者っていうのが見たかったんですよね。結局アイドル作品ってみんな仲良し恋して最後までみんなで行くよねっていうのが基本的にあるんですよね。でもそれじゃないとやっぱダメなのかなとも思うところもあって、やっぱりアイドル作品、アイドルアニメ、それぞれ あの、キャラクターがいて、それぞれの好きな方がいるわけじゃないですか。そういうところでね、そのキャラクター同士で優劣をつけちゃうっていうのは、やっぱり作品としては厳しいのかなっていうところで、結局この作品も、まあ、最終的にね、みんなで行くっていうところに落ち着いたのが、うん僕やっぱり気になってしまいましたね。でもそれはそれで良かったっちゃ良かったんですよね。あの、きっぱりと、 みんなでやめますって言って、みんな一同にやめていくっていうのは逆に良かったっていうね。あ、みんなでやめるなら、みんなでこのオーディション自体をみんなでやめちまえっていうのは逆にいいかなと思ったんですよね。でそっからなんか、この駅前でね、みんなでビラ配りながらよろしくお願いしますってね、アイドルグループをまたみんなで立ち上げて地道にやっていくっていう、むしろこっからが面白かったんですけれどもね。うん。むしろこのスタートの あの、アイドルアニメを見たかったなっていう感じでしたからね。まあ、いわゆるな感じのアイドルアニメになっちゃうんですけれどもね。ですのでね、まあ、前半と後半では結構空気感は変わっていたんですけれどもね。まあ、最終的にはみんな、えー、っと、番組サイドもね、戻して、みんなでステージ立って終わりみたいなところでね、じゃあこれからみんなアイドルとして頑張っていこうという形だったんですけれどもね。うん。 アイドルっていうのはファンの力によって支えられている。だけれどもこの作品っていうのはそのファンのエール以上に家族のエールっていうのがすごい濃く描かれていたかなと思いました。うん。すごい登場キャラクターたくさんいるんですけれども、そのキャラクターの家族っていうのにすごいスポット当てていたんですよね。そこはなかなか面白かったかなと思いました。はい。で、アイドルシーンがいいところは、 すごいいっぱいあったんですけれども、やっぱ最後ら辺もね、CG で、うん、来たのはちょっと予想だよなと思いました。やっぱ最後はね、手書きのライブシーン見たかったなっていうところありましたね。うん、というところでちょっと迫力はいまいちっていうところで。まあ、評価は C ですかね。うん。いや、いい良かったんですけれどもね、評価難しいですね。まあ、セレプロでございました。え続きまして、コミさんはコミュショですえ。評価は S, S ですかねはいということで、いやーなんかめちゃくちゃ面白い学園コメディ作品来たなっていう、ラブコメっていうんですかね、学園青春作品みたいな来たなっていうところでございましたね。いやーとにかくアニメーションの完成度が高くて演出もすごい良かったですよね。その主人公、主人公っていうか主役のコミさん っていうのは、その、コミ将がゆえに、ほとんど喋らないっていうセリフがほぼないんですよね。うん。で、そんな、ゼロであるコミさんを中心にして、その周りになんか、100を超えてるようなね、テンションのキャラクターたちをたくさん配置して、そういう個性派でね、その、無個性なコミさん、まあ、無個性ゆえに個性があるっていうコミさんを、あの、囲っているっていうね。まあ、それでなんか、うまい具合にね、この温度差っていうのが面白かったかなっていうところで、やっぱコミさんにバトンが渡った瞬間の、この間が面白いんですよね。コミさん、ね、コミさんって言って、コミさんに、 誰かがそのバトンを渡した時にコミさんが全く喋れなくってバカシーンとなるんですよねでそこでコミさんにすごい視点がねその集中するんですよねそこでコミさんがいつ喋るのかなと思ったら予想の1.2倍ぐらい 間を取って話すので、なんか、うまい具合にね、透かされた感じがあるんですよね。それが、毎回あって面白かったんですよね。うん。アニメーションとしても、すごい多岐にわたった表現の仕方をしてきて、なんかすごいアニメとして見ていて、画面が楽しいなっていう作品でしたね。すごい面白い作品かなと思いました。まあ、 S, s, ss, 最後変わるかもしれませんけれども。まあ、そんな感じでね。あ、第2期もね、決定したということで。これはこれは素晴らしいことで。ということでね。いやー、すごい面白い作品でしたね。コミさんはコミショーですえ。続きまして、対象乙女、おとぎ話でございます。評価は、 ええ、ですかね。うん。なんか、綺麗に終わったなっていう感じで、綺麗にやりたいことをやり尽くして最終回を迎えたっていう形でしたので、すごい気持ちよく終われた作品でしたかね。うん。死人同然だった、その玉彦のもとに、その、ゆずっていうね、光が舞い降りたんですよね。まあ、それから、いろんなね、苦難を乗り越えていく中で、どんどん玉彦とユズの周りには仲間たちが増えていって、まあ、そうして訪れる最後のね、大きな、 山場っていうかね、震災がやってくるわけなんですよね。いや、これはちょっとびっくりしましたね。いや、そこまでマジで描いてくるがっていう、ちょっとドキッとしちゃってね。いや、ちょっと実際あの、10話あたりでしたっけあそこら辺はかなり来ましたね。で、そっからみんなで最後ね。 やっぱり生きた者同士手を取り合って、最後ね、そういう震災というものも乗り越えていって、今僕たちは生きている、そして恋をしているっていうね、これは綺麗なワンクルだったんじゃないかなっていうところでございましたね。うん。やっぱり最初から最後まで、やっぱり癒しアニメだったんですけれども、最後の最後はね、綺麗にまとめてスパッと追われていたので、まあ、すごくいいアニメだったなっていうところでございましたね。うん。ある意味、 リアリティがあるというかね。うん。ラブコメ作品でね、対象を舞台にして、逆に対象を舞台にして今のラブコメっぽいテイストを入れてくるっていうのはなかなか面白いところもあったりしてね。うん。というところで、まあ、A かなっていうところでございました。え続きましては、王様ランキングです。評価は、SS ですね。いや、これは、 めちゃくちゃ面白いでも、も傑作と言ってもいいぐらいにね、いいアニメだったんですけれども、まだまだ続いていくというか、まあ第二クールもあるらしいのでね、まあまだまだ楽しみな作品ということでございます。はい。まあ、前半は、そうですね、なんか毎回すごい泣かされた王様ランキングで、まあ中盤以降はすごいストーリーの深みにはまっていってね、いや、この先どうなっていくのっていうワクワクがずっと止まんなかったんですよね。うん。まあ個人的に好きなのは、デスパーっていうキャラクターがいて、ぼッチのね、師匠となるキャラクターなんですけれども、 そいつがめちゃくちゃいいんですよね。 言うセリフ言うセリフがすごい、その、刺さるというかね、ぼっちっていう、その、欠けている、欠けてしまった存在にこそ刺さるというか、あなたは欠けている存在だからこそ、よりね、人より、人以上に多くの経験をしている。それが全てね、あなたの力となる。今後全てを切り開いていく力となる。だからこそ、あなたの全てを愛しなさいっていうね、まあ、後半はね、すごいデスパーいいキャラだなって印象がすごい残ってね、すごい好きなキャラクターになりましたね。うん、あとはね、やっぱぼっちサイドと、その、ボス王の、 話っていうのがあってね。これが、ま、どうなっていくのかってね。いや、代ダ打ダの方の話がね、まあ闇が深いというかね、こっちの話も気になるところでございますよね。うん。まあ、こっからね、とうとう二つは交わってくるっていうところでございますの、ね、で、どうなってくるのか。あとアニメとしては、アクションシーンの見せ方もすごい良いんですよね。なんかカメラアングルとかも超かっこよくってね。ま、今期は王様ランキングの無色転生、やっぱ演出面ではこの二つが抜きんでてやばかったかなっていうところでございましたね。はい。というところで王様ランキング そんな感じでございました続きましては、結城優奈は勇者である大満開の賞でございます。評価は、うーん、S! っていうことでね。あのー、そうですね。なんか有機優菜、ゆうゆゆシリーズも、これにて終わりかっていう寂しさがありますね。うん。あの、綺麗に終わったなっていう形でございました。っていうか、むしろ結城優菜で勇者である大満開の賞っていうのは、この最後を描きたいがための、 あのー、このワンクルだったんじゃないかなって思うぐらいの話にも感じましたね。うん。その真珠様っていう世界そのものっていうのがね、亡くなった後の世界っていうのを描いているっていうね、その後のお話だったんですよね。うん。いやーよかったですね。4年後かな ?4 年後のみんなが描かれていくんですけれども、まあみんないいと <laughs> あの。これで終わりか、勇気なのは勇者である。<laughs> なんかね、もう、もう4期目来てもいいんじゃないよって思うぐらいね、この、 終わった後、これからね、始まってくる世界を、これから見ていくっていうね、この世界を探索していくっていう4期見たいなっていう、終末世界で私たちはっていうね <laughs>、うや、これ見たいですね、と思っちゃうぐらいにね、なんか、 ゆうゆゆっていう作品が、もうこれにて完結なのかっていう寂しさはありますね。ちょっと信じられないんですけれどもね。いや、本当面白かったですね。まあ、個人的に好きなのは、ま、中盤あたりのね、まあ、初代勇者の話ですよね。あそこら辺のえげつなさは、もうゆうゆゆっていう感じがしてよかったですね。なんかそこら辺が凝縮されてましたね。まあ、ということでね、大満開の賞を持ちまして、有給な勇者である、完結ということでね、お疲れ様でした。面白かったです。で続きまして、真の仲間です。評価は、B ですかね。うん。 あ面白かったです。はい。 あの、勇者パーティーを追放された男が、偏京でスローライフをしていくっていう、スローライフものに見せかけた超シリアスなね、話なんですけれども。まあ、まあそうでもないか、もう日本やりなんですよね。最初スローライフが先行していって、後ろからシリアスが、もうスピードで追いかけてくる作品でね。終盤ではね、その後ろから追いかけてきたシリアスっていうのが、スローライフを書き消していくっていう感じなんですけれども、個人的にはもっとスローライフが楽しかったので見ていたかったなっていうのがあるんですけれども、まあアレスが暴れに暴れてっていう、 感じでねアレスっていう男がま元、あ、凶ではあるんですけれどもまあ、そいつがね勇者の猛襲にとろわれすぎていて、まあ、そいつが終盤のこのお話の全体を支配していくんですよね、まあ、ですのでちょっとなかなか見ててきつ厳しいなっていうところもあったりしたんですけれども話自体はね結構面白くって、まあ、勇者っていうのは 呪いであるというものなんですよね。うん。で、まあ、そんな呪いに囚われた妹を救うべくみたいな感じの作品でもあるんですけれども、のほほんとしたスローライフを見ていたと思ったら、誰か死なないでくれって急に思うようになるとは思ってもいなかったっていうところでございましたね。はい。そんな感じでございました。え続きましては白い砂のアークアウトープです。評価はこれは B でしたかね。はい。いや、面白かったですね。うん。やっぱり、 ピエワークスのオリジナル作品っていうだけあってね、やっぱピエワークスさんは、もう絵がね、とにかく綺麗でね、背景もすごいいいんですよね。この沖縄の、まあ、透き通った空気感っていうのがすごいね、絵としてもすごい綺麗でございましたね。はい。で、えー、本題のお話なんですけれども、ワンクール目とツークール目ってだいぶ雰囲気が変わってくるんですよね。ワンクール目っていうのはガマガマっていう水族館に囚われているククルのお話なんですよね。まあ、そこに、ま、風花っていう女の子が、あの、まあ、東京かなやって 来てその自分の居場所を見つけていくみたいな話なんですけどもまあ、結局居場所っていうのがテーマになっているんですよねで最終的にまあ、ガマガマっていうそのクグルの居場所っていうのが物理的にもうい,いることが不可能になっちゃうっていうね物理的に解放されるっていうその呪縛から解き放たれるっていうところだったんですよねで2クール目に入っていくとじゃあどこに行くのかっていうと あの、新しくできた水族館に移るっていうね、ティンガラっていうところに移っての、その社会人編っていうのが始まってくるわけなんですよね。で、だいぶ雰囲気が変わってくると。もう、第二クールからですね、開幕からもう、なんかパワハラに次ぐパワハラみたいな感じで、まあ、上司のやつがすごい、きつく当たってくるんですよね。何かあんのかなと思ったら、結局そんな何にもなく終わっちゃうっていうね。そういうのが結構多かったんですよね、この作品。何かあるのかなと思ったら、なんもないのっていう、最終的に終わるっていう。ただその、一つのお話の中、この長いね、 にくるっていう長いお話の中ではなくって、一夜一夜ごとのこれ短いお話の中で、 の、そのピースっていうのが、そのままなんですよね。うん。それが最終的に全て合わさって、一つの形をなすっていうのは綺麗なものなんですけれども、この作品っていうのは、エピソードエピソードでは、なんかいろんな要素が登場するんですけれども、それを最終的に何もしないまま、ただ出しただけで終わるっていうのはすごい多かったんですよね。例えば、あの、男の子、名前が全然出てこないんですけれども、あの一緒に働いてるね、男の子の親父さんが、急になんか、 倒れちゃったみたいな話があったんですけれども、結局次の回には全く、あの、かかってこないみたいなね。まあそういう話もあったりとか、あの、なんか迷いイルカの話とかもね、めっちゃいい要素なんですけれども、ほぼほぼ使われなくって終わったりとか、まあ、キジムナっていうファンタジー的な要素なんですけれども、まあそれはワンクール目の、まあいろんな要素として使われて、最終的に、も、ま、う、あ、ちょびっとだけ使われるんですけれどもね、まあほぼほぼ話には絡んでこないと。あと、まあまあいろいろあるんですけれどもね、うん、あの、双子の、なんてたらとか、そういう感じで、 あの、物語の中で、いろんなピースあるんですけれども、それをなんか、組み合わせるっていうことをしなかったなっていう、白いそのアクアトープなんですよね。まあ、すごいね、全体的にいいキャラクターたくさんいるんですけれども、ほぼほぼ物語を動かしていくキャラクターで終わっていて、ま、個々のキャラクターにスポットを当てていって、その、掘っていくっていうものは全然なかったんですよね。ですので、どこまで言っても、ま、ククルの物語で、あと、風花の物語でも、ま、ククルの物語かなっていう感じだったんですよね。うん。で、まあ、 まあ話は戻るんですけれども、ワンクール目っていうのは、ガマガマっていう。 その、クグルの居場所から解放されるんですよね。じゃあ、その、解放された後どこ行くかっていうと、ティンガーラなんですよね。で、ティンガーラに行っても自分の居場所っていうのはまだそこには決まっていなかったんですよね。ずっと私のやりたかったことはっていう、自分探しみたいなのをずっとしていく中で、ずっとティンガーラで、この、やっていくんですよね。で、最終的にティンガーラっていうのが自分の新たな居場所になって終わるっていう感じのね。まあ、話的にはまあ、綺麗にまとまってはいるんですけれども、やっぱ気になるところとしては、まあ、最初言った通り、いろんな要素っていうのを、 チラすだけチラして最終的に何もなかったっていうところは非常に多かったですかね。はい。というところでね。うん。まあ、すごいね、正当派なお仕事者っていう感じでしたがね。まあ、最終的にククルーと風花のあのエンディングっていうのはめちゃくちゃに良かったんですけれどもね。はい。ということで、まあ、そんな感じでございました。面白かったです。評価は B です。で続きましては、え世界最高難殺者異世界貴族に転生するえ。評価は A ですね。はい。 いやー、めっちゃ面白かったですね。ていうか、正直全然期待していなかったんですけれどもね。まさかここまで面白くなるとはっていう感じだったんですよね。一応原作は、えっと、読んでは、最初ら辺は読んではいたので、アニメの描かれてる範囲内のお話っていうのは知ってはいたんですけれども、ここまでうまくアニメ化してくるかっていうびっくりなところだったんですよね。これ、あの、原作260ページぐらいかな。 の、原作第1巻を、このワンクールにまで、膨らめに膨らめて描いていたんですよね。でも、その、中だるみすることなく、あの、すごくよくできていたんですよね。いや、制作サイドを、ものすごい <laughs>、うまくやってるなって思いましたね。あと演出も超かっこよかったりするんですよね。最終回なんかもね、個人的に好きでしたね。はい。まあ、最初に言った通り、まあ、話も序盤も序盤というところでね、もう最後の最後もね、まあ、続きがあるような感じでね、終わっていたんですけれどもね。やっぱ気になるところはいろいろありましたよね。結局、女神様のあれ何だったのみたいなね。 というところとかもね、あの、勇者の行く末みたいなね、というところがもういろいろあったりするんですけれどもね、これはもう2期楽しみかなっていうところで、アニメもどうやらめちゃくちゃ人気で、相当再生数を回ってるっていうところで、ま根、あ、拠の中でも本当トップクラスの、あのー、再生数順で言うとそんな感じなんですよね。原作もかなりそれでいて売れているっていうことで、これは確実に2期はやるんじゃないかなとは思っておりますね。うん。予想以上にめっちゃ面白い。 あの、異世界ものかなと思いました。はい。まあ、とはいってもね、ストーリー自体は、割とありふれているっていうか、本当目新しいものは特になかったんですけれどもね。まあ、それを補えるぐらいのね、演出の妙っていうのがあったので、本当最後まで面白かったかなと思いました。まあ、一つ気になったのは、やっぱり、あの、なんか、映像の、なんか、早口言葉みたいなのがすごい気になっちゃいましたね、最後まで。そこら辺はなんか、オリジナルでなんかできないのかなと思ったりしたんですけれどもね。はい。というところで、そんな感じでございましたかね。面白かったです。 続きましては、異世界食堂2です。評価は S ですね。はい、ということで。いやー、このアニメめちゃくちゃ好きなんですよね。やっぱりね、この見ていて腹が減るアニメでしたね、本当に最後まで。うん。なんか、すごい感動しちゃいましたね、最後の話なんかは。ビュッフェ、 するんですけれどもね。その、ビュッフェで、今までその店の常連になった人たちっていうのが、みんな一堂に会するんですよね。で、それぞれその異世界食堂の常連になる客っていうのは、一つのメニューしか頼まないんですよね。で、それ一つのメニューっていうのが、その自分の通り内になっていくっていう面白い仕様があるんですけれども、やっぱり、だから最後まで、その自分が好きな、とんかつだったらとんかつしか食わないやつがいたりとかね、その、プリンだったらプリンしか食わないやつがいたり、まあそういう変なやつばっかりなんですけれども、まあ、それが最後ね、 ビュッフェっていうので一つにまとまって、いろんな料理を食べるっていう、なんか、何とも言えないような感動があったっていうね。で、最後は、その、ね、あの、先代のお話とかも出てきて、すごい感動の渦に巻き込まれて、もう食ってる場合じゃねえよっていうところでね。でも、やっぱり腹が減るなというね。うん、いい話でございましたね。はい。いや、これ僕すごい大好きでしたね。はい、というところでね。まあ、評価は個人的な S かなっていう感じで、毎週めちゃくちゃ面白かったですね。というところでございます。 続きましては、マブラボブルタネイティブでございます。評価は、うーん、これもね、めちゃくちゃ迷いどころなんですけれども、C ですかね。はい。というところで、まあ、だいぶ B よりの C っていうことで、あのー、すごい、いろいろな意見があるんですけれどもね、これに関しては。まあ、また別の動画でもいろいろ話しているので、まあ、それはまたね、別の動画をご覧いただきたいんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、原作が大好きな身からすると、 あのアニメ化してててくれてありがととううございいますっていうところでねやっぱりすごいあの見たかったシーンっていうのがすごいこうやってアニメーションとして動いているっていうのはすごい感動を覚えますしね、うん、そういうところはすごい良かったですねまあそれぐらいだったんですけれどもやっぱシナリオっていうのがね いや、ここ、マジっていう、すごい飛び飛びで、なんか全然前後繋がってないんだけれども、大丈夫っていう、説明も何もないけれども、視聴者の方は本当に理解できると思ってるのかなっていうぐらい、すごいなんか、視聴者サイドに対してちょっと不親切かなとも思えるぐらいの進行スピードで、そこら辺はすごい気になりましたね。でもアニメ化するとなったら、やっぱこれぐらいのスピード感は必要だとは思うんですよね、どうしても。うん。でもそれでもですね、うん、やっぱり、 作り上げるっていうのが第一ならそれでもいいと思うんですけれどもね。 うん。やっぱその作品をいい作品に仕上げるってなったら、まあ、こういう形にしてしまったのはちょっと、うーん、厳しかったのかなとも思わざるを得ないぐらいね、ちょっとシナリオ面が厳しかったですかね。はい。でもね、やっぱり CG のロボットは、今期の中でもダントツっていうか、ここ最近というかね、まあ、CG ロボット、テレビアニメの CG ロボット史上一番かっこいいんじゃないかぐらいね、超アクションがかっこいいんですよね。うん。まあ、その分なんか、キャラクターの作画っていうのはあまり良くなかったかなと思いましたね。特に記憶が新しいとこだって と、11話とかですかね。あの、殿下からお言葉をもらうっていうね、その、個別にもらっていくみたいなシーンがあって、そこはめちゃくちゃいいんですけれども、あそこから、その、タイとね、対面していくみたいな流れまで含めまして、めっちゃなんか使い回しの絵があまりにも大量にありすぎていて、すごい気になっちゃいましたね。まあ、それを、なんか、 どんどんクローズアップしていくか、その俯瞰的に見ていくかみたいな、そういう、そのカメラの動かし方だけであって、 なんか、すごい節約してるなっていう印象は、終始ありましたね。はい。ちょっとキャラクター面はあまり良くないんですけれども、その分 CG があまりにも良かったので、まあ、帳消しになるかなっていう感じもありましたね。はい。というところで。まあね、続編もやるっていうことで、まだね、ベータと戦ってもいねえじゃんっていうね。まあ、一話でアニオリでは戦ったんですけれどもね。うん。まあ、これから、これからね、戦闘は、枯れさを増していくっていうところでございますので、まあ、今後の展開がすごい楽しみな作品ですね。というところで、マ、えーまあ、ブラボルタネイティブはそんな感じでございました。 ましては、ワールドトリガーです。評価はこれ s ですかね。うん、いや、もうあのまあ、特にそんな言うことはないんですけれどもね。なんか本当にワールドトリガーはうーんと前シーズンからもそうなんですけれどもね。やっぱり。 深夜に映ったことによって、作画がね、圧倒的、もうトリオン量になっているんですよね。<laughs> もうそのことによってね、まあ、戦闘シーンの面白さが100倍ぐらいに増していてね、息が、息をつく間もないぐらいね、戦闘シーンの迫力がすごいあるんですよね。はい。いや、ほんとね、年内放送のラストのね、ヒュースの会はも最高ですよね。も <laughs> うヒュースの大乱闘会だったんですけれどもね。うん。まあそこら辺が12話で、まあ、残りどうやら、ワールトレが 3rd シーズンは2話残してるってことでね。まあ2022年に残り2話を放送して、 終わりらしいですね。うん、いやー、もうワンシーズンくれって感じなんですけれどもね。はい、というところでワールドトリガーはそんな感じでございましたね。はい、面白かったです。で続きましては、ブルーピリオド。評価は、A ですね。はい。いやー、めちゃくちゃ良かったですね、ブルーピリオド。うん。その、なんすのかな、中盤の感想でもね、まあ、言ったことはちょっと省いていくんですけれども、あの、最、まあ、最後ね、この、 ありのままを出して、それが評価されるっていうのがいいですよね。もがいてもがいて、その先に自分自身と見つめ合って、それを出したことによって評価されるっていうね。ありのままが一番素敵やんっていうね <laughs>。いや、すごいキャラの心情をストレートに描いてくるなっていうか、ストレートにその視聴者に対してぶつけてくるなっていう作品でね、もうつい、ちょっと感動しちゃいましたね。やられたっていう感じでね。いやー、ちょっとよかった。最後の締め方もすごい好きでしたね。まあ、そんな感じで。ブルーピリオドは。 評価 A っていうことでね。いや、続き見たいなっていう感じなんですけれどもね。もうどうなるんでしょうか。そんな感じでございました。続きましては、見える子ちゃんです。評価は S ですね。 いやめちゃくちゃ面白かったですね、見える子ちゃん。なんか途中で、その、こういう感じの作品って、ちょっと途中でね、マンネリ化してきて慣れてくるんじゃないかなとか思っていたんですけれども、決してそんなことはなかったですね。毎回話が単調にならずね、毎回ちょっとひねり入れてくるんですよね。いや、最後まで面白かったですね。この作品のテーマは、見える子ちゃんっていうね、その、見えてはいけないものが見えてしまう女の子が、見えてはいけないものを、 その、全力で無視していくみたいなね、見えないふりをしていくっていう作品ということで、見えてはいけないものが見えてしまう、見える子ちゃんっていうことなんですけれども、決して見えてしまうのは幽霊だけではないっていう、結構深いんですよね。うん。その、見えてはいけないものを見ないようにしていった、 その、ミコちゃんっていうのは、最終的にいろんな人間っていうのが見えていくんですよね。人間っていうのは決して見た目には寄らないんだよっていうのが最後まで、その、一貫してあったテーマなんですよね。人は見かけによらないっていうところで、その、やっぱ見た目ですごいわかりやすいキャラクターとかもいるんですよね。最初ラインに登場してきたら、その、すごい見た目がいかついね。その、ヤクザみたいなやつが出てくるんですけれども、でも実はすごい心優しい人でね。 その猫を大事にしているっていう猫の精霊にね、守られてるみたいな人がいたんですけれども、そういう感じで、その、見た目はすごい怖いんだけれども、実はすごく優しい人がいたりとか、でもその逆で見た目に怖さは出ていないんですけれども、実はうちに秘めたその悪意っていうのがすごいあるキャラクターもいたりとか、いや、よかったですね。うん、やっぱキャラクターがいいなって思った作品でございました。 はい。でも個人的に好きだったのは、最後のサイクルで肉じゃがの下りまでやってくるのかっていう、あの恐怖ですよね。いや、最後まで気が抜けないなっていうか、しっかり怖かったんですよね。うん。しっかり怖かったアニメだし、ところによってはエッチだなって思うところもあったりとか、なんかいろんな感情が、 お、おーってくるような作品でね。うん。終始最高な作品でございました。うん。まあ、そんな感じで、見える子ちゃんっていうのは、まあ、パッと見ね、まあ、ホラーでギャグな、結構遊びが効いてるようなね、作品にも見えるんですけれども、まあ、実はね、その、遊びの中に隠された、その真意っていうのがね、すごい見え隠れしていて、最終的に、見える子ちゃんって、見える子ちゃんっていうところに繋がってくるところがめっちゃ気持ちいいワンクルだったなっていうところで、うん。すごくいい話だなと思いました。ということでね、なんかいろいろ、まだね、わかってないこととかも、あの、 キツネとかのね、周りも、な、なんなのっていうところもあったりするので、なんか続きも見たいなとも思いつつっていう感じでございました。はい。というところでね、まあ、そんな感じでございました。続きましては、大の大冒険ですで。大の大冒険、もうちょっと表が S <laughs> ということでね、S が多いよっていう話なんですけれども、すいません。ちょっとね、いい作品多いんですよね。うん、あのー、大の大冒険に関してはまだまだ続いていくので、まあ、ちょっと軽くなんですけれどもね。まあ、あと、ワンクールぐらいですかね。ワンクールぐらいで終わんのかな。 第の大冒険、話の尺的には、多分そうだとは思うんですけれども、うん。まあ、この秋アニメのワンクールはですね、本当バーン様が出てきたりとか、ハドラーとの話とか、バランのくだりとか、もう激アツのシーンの連続だったので、まあ、それはね、評価上げざるを得ないよっていうところの話だったんですけれどもね。うん。まあ、その物語の面白さに、あの、まあ、さらとも劣らないぐらい、作画のパワーっていうのも過ぎてきていたりしたので、本当ここ最近の第は本当にいいなと思っておりますね。はい、というところで、続きましては、作画です。 え、作画評価は、詳しいですかね。うん。いやー、ちょっとね、作画は始まった時、1話とか2話あたりまでは、めっちゃ面白いオリジナル作品来たなっていうことで、すごい期待の中でね、始まったんですけれども、回を重ねることにっていう感じでしたかね。4話、5話あたりかな、あたりから、 なんか、あれ雲行き怪しいなっていうところで、まあ、そっから本当右肩下がりが止まらなかった作品でしたかね。うん。でも、その、ワンクールを通して、その、ガガンバーとメメンプっていうこの父と娘の物語として一本筋が通っていたっていうところは、やっぱり最後までそれがあったんですけれども、まあ、それにしても、他のになんか余計な情報がめちゃくちゃ多すぎたんですよね。ただその二人のね、親子の、 あの、本当の家族として、真の家族として繋がっていくみたいな、そういうので話を通していくならわかるんですけれども、それに付随する周りの情報っていうのが、いらないっていうか、いらないとは言わないんですけれども、まあ、結局最後まで何もしないまま終わってしまったので、それはどう、どうなったのみたいなね。うん。最終回でやっとこさ盛り上がってきたっていうところで、あ、そういえばこれ最終回だって改めて思うというか、うん。最終回がやったことっていうのは、 その、話全体を通してみると、これが例えばね、うんと、7話とかであったお話だったなら、こっから最終回に向けて、あの、締めに入っていくね、約束の地とかそこら辺までの流れとかも含めて、やっていけたと思うんですけれども、まさかのこれが最終回っていうことで、 すごい感動的なシーンとかもあるんですけれども、まあ、その感動に、なんかその回で出てきた新しい情報みたいのがすごいたくさんありすぎて、そのシンプルに受け止められないんですよね。感動はするんだけれども、あれどうなったのみたいなのがすごいいっぱいありすぎて、最後までなんか乗り切れなかったというか、結局なんか全部、 ぶん投げというかね、俺たちの戦いこれからだをまさにそのまんまやったみたいな感じでね、これちょっと続きがないと困っちゃうよみたいな感じのね、作品でしたね。まあということでね、作眼。あんま作画はしてなかったんですけれどもね、というところで、ちょっと期待とは裏腹にっていう作品でしたかね、ということで評価は C でございました。え続きましては、ジャヒー様はくじけない評価は、 a ですかね。はい。いやー、僕はすごい好きですね。うん。結局、 ニクール弱ぐらいやったんですか結構話数ありましたけれども。まあ本当にね、キャラが可愛いアニメでしたね。個人的にやっぱね、ジャヒー様最高でね。まあ、時点でドゥルジとかですかね。はい。この二人の関係性はめちゃくちゃ面白かったんですよね。うん。ということでね、えー、そうですね。まあ評価は、特にそんな言うことはないんですけれどもね。まあ、A です。面白かったです。はい。というところでございました。続きましては、無色転生です。評価は、 SS ですね、はい、ということでね、無色転生はね、本当に良かったですね。あの、まあ、毎週ね、無色転生に関しては、前は感想を上げていたので、まあ、詳しくはそちらをご覧いただきたいんですけれども、その、本当言うことないっていうか、こんなアニメにしてもらっていいんですかぐらいのね、やっぱ原作ファンからするとそんな気持ちでいっぱいなんですけれどもね。まあ、すごいこのアニメっていうのは、いい意味で、アニメのオリジナル要素っていうのがすごい強い作品なんですよね。 はい。あのーえ、基本的なストーリーラインは同じなんですけれども、その見せ方の妙というか、演出がすごすぎて、原作の無色転生って、その、 多くを語るんですよね。<laughs> 多くは語らないっていうのは普通なんですけれども、原作は割と多く語っていくんですよ。ルディっていう、その主人公のね、主観で基本的に描かれていくんですけれども、基本的に起こ,起こった事象っていうのを全て事細かに説明してくれるんですよね、原作っていうのは。逆に無職転生のアニメ版っていうのは、 そういう細かな説明っていうのを大胆に省くんですよね。大胆に省いて絵として伝えようとしてくるっていうね。キャラクターのちょっとした、ね、目線の動きとか動作とかでそういうのを表現してきたりとか、そういうのがすごく多いんですよね。で、なおかつオリジナル要素がすごく多い。 というところでね、原作ではないシーンなんかが、すごいたくさん、あのー、このアニメでは入れられているんですけれども、それでいて、全く破綻を起こしていないというか、まあ、すごい自然に物語として入れてくるんですよね。だからこそ、全く、このアニメっていうのは、なんか、原作超えてるんじゃないかっていう感じなんですよね。いや、多分普通にアニメ化されてる範囲内だと、原作はめちゃくちゃに好きなんですけれども、いや原作超えてる、 って、個人的に思っちゃいました。はい。そういうところでアニメの制作陣、えげつなかったなっていうところでしたね。あとは、ま、言わずもがらなんですけど、作画なんてね、もう本当にやばかったですね。やばいとしか言えないんですけれども、これテレビでやっていいのっていうレベル、毎週のようにやっていたので、本当、すごいな。 って感じちゃいました。圧巻でしたね、本当に無色転生は。はい。これはもう、文句なしの、ね、SS っていうところでございましたね。いや、このままね、続きも見たいなっていうところあるんですけれどもね、どうなるんでしょうか。ということで、無色転生ね、これ第2クールということで、これにて完結というところで、一旦ね、一旦完結でしたね。というところでございました。で続きましては、月トライカとのスフェラー2です。評価は、 うん、正直 B ですかね、うん。もっとね、高くしたいんですけれども、ちょ最終回が、ちょっとあれかなと思っちゃいました。ここ一番っていうところで、あんまり好きじゃなかったんですよね、正直言うと。うん、あの月捉雷方のスペラトゥ、めちゃめちゃ好きな作品でね、待望のアニメ化だったんですけれども、実際面白かったんですよね。あの、中盤あたりまで。あの特に、イリナが、 その宇宙へ行くっていうところですよね。あそこ宇宙行って地球に対して更新してくるっていうね。そのレシピで言ってあんなエモいシーンあるかっていうぐらいら最高に良かったんですけれどもね。うん。で、そこから帰ってきていろいろあって最後の最終回に行くと。で、その、まあ、悩みがあってレフも行くんですよね、宇宙に。で、宇宙から帰ってきて、その、初めて宇宙を飛行したみたいな人間として、この大広間でスピーチをすると。で、そこで本当の真実を告げるんですよね。実はっていうね。その下りが、 演出があんまりでしたね。そイリナが、その、レグのもとに駆け寄っていくんですよね。で、群衆をかき分けていって、その一番前まで出て、大々的に走りながらね、うォーっていくんですよ。な、何なんだろうなと思っちゃいましたね。うん、ここって、本当めっちゃ人がいて、 その前へ行けないぐらい人がいてね、それを本当必死に書き上げながら、一番最前線の柵の前まで行って、レフって、その呼びかけるっていう。 のが求めていたところで、それをね、その止められて、取り押さえられるっていう感じかと思ったら、普通になんか、ささささって言って、一番前まで出て行ってね、そっからタッタッタッタって走って行くっていう、ちょっと感動あんまりないよねっていう感じの演出だったんですよねで。そっから実際スピーチに入ってみると、その吸血鬼に対する、その差別みたいな感じで、人間ってのはあまりよく思っていないんですよね、一族に対して。 その、そっから、すごい罵声を浴びせられるんですよね。ででえみたいな。引っ込んでろみたいな。そう、イリーナがスピーチをしている最中も、すごいそれが響き当たっていって、なおかつ、BGM がずっとかかってるんですよね、うん。作品を全体通してそうだったんですけれども、結構 BGM の主張強いアニメだなって思っていたんですよね、うん。で、それ、最終回でもマジでそんな感じだったんですよね。スピーチって、あの、静寂の中でやってほしかったんですよね。てか、原作は、すごい静寂の中で行われるんですよ。 群衆っていうのはすごいざわめくんですけれども、イリーナのスピーチを食い入れるように聞くんですよね。うん。それがすごく良くって、あんな、なんだろう、攻撃的に引っ込んでるみたいな感じのは、あの世界観っていうか、あの時代的にあるのかなとも個人的に思っちゃったりとか、その、やっぱり、あそこでイリーナが出て行った時に、静かな中でね、 できれば BGM をなしで、その静寂の中でスピーチを行っていって、最後のここぞっていうところで BGM がダーンって流れるのが最後にかっこいいかなと思ったんですけれども、このスピーチっていうのはすごいうるさい中で、イリナっていうのがそれを無視しながら話していくんですよね。この世界には私とレフだけだみたいな感じでね。でも、まあ、そんな感じで、もうちょっとあるんですけれどもね、あの、イリナがそのスピーチを終えた後に、その結構早いタイミングからパチパチパチってなるんですよね。このアニメだと。 うん。それがすごいあんまりかなと思いました。やっぱ BGM が、その、頂点に達して、バーンってなった瞬間に、イーナがスピーチを終えるんですよね。だからこそ、その流れで一気に拍手に移るんですけれども、それはちょっとっていう感じですよね。まあ上層部の方も、もともとこれっていうのは、一つのね、プランとしてあったからだとは思うんですけれども、急遽切り替えてね、拍手して、その、えるっていう方向性に移るんですけれども、まあ、それにしても、もっと間を開けるって、静寂を一回作った方が、より一層 いいのになぁと思ったりとか、なんかいろいろすごい気になるところはいっぱいありましたね。うん。あのー、まあ、言ってもキリがないんですけれども、そんな感じで、やっぱり素材はすごく良かったんですけれども、ちょっと、終盤、あれかなとも思っちゃいました。はい。そんな感じでございましたがね。うん。月とライカとのステラトゥ。これまだまだ本当は続く話なのでね。うん。月まで行くのが月とライカとのステラトゥですから。ということでね、あの、アニメ化、めっちゃ面白かったです。はい。 ですけれども、やっぱ気になるところはいっぱいありましたかね。はい。ということで、ございましたで。続きましては、えー、タクトオーパスです。評価は、いや、これもめちゃめちゃ難しいんですけれども、S にします。はい。ということで、あのー、めっちゃ良かったです。うんと、やっぱり、先にゲームがあるから、やっぱそれ前提の作りになって、 あんまり物語とし締まりがないのかなとも思ったんですけれども、しっかりやるとこはやって、最後もね、そのゲームへ繋げる動線としては素晴らしい最終回だったなっていうところで、うん、良かったですね。やっぱりこの大きなプロジェクトとして、そのアニメっていうのが先行して始まったんですけれども、やっぱりそのゲームの前日短を描くとなってね、まぁいろいろ先のことも考えなきゃいけなくってね、そういういろいろ大変なところあったと思うんですけれども、うん、の前日短としてのアニメとしてはすごく良かったのかなとも思いましたね。うん。まあこれからも 結局 D2 ととの戦い続いていい続ててくっていうところでザーガンっていうラスボスが最後その多大な犠牲を払ってこの戦いを終焉に向かわせるっていうそういう思想のもと動いていたんですけれども,もそれを最後タクトに、ね、希望を託してみたいな希望をちょっと抱いてね終わっていくっていうところで、まあ、ここからゲームに至ると まあ、タクトが主人公となって、本当の意味で D2 との戦いを終わらせるために物語が始まっていくのかなと思いますので、うん。まあ、ゲームを始めるきっかけとして、その導入の部分としての物語、 として考えると、すごい良い,いアニメ化だなっていう。それが、そのマッパとマッドハウスっていう、このすごいコンビでね、超絶クオリティで描かれてくるっていうところで、全体的な作画のクオリティは最後まで息切れしなくてね、終始良かったですよね。うん。そういうところで作画中の僕からすると、もう本当前は面白かったですね。まあ、といった感じでね、最終的にすごい寂しいエンディングだなっていう感じだったんですけれどもね。あ、ゲームであの運命が違うのはそういうことかっていうね、まあ、そういう気分も最後、スパッと晴れてね。まあ、多分最後あの、 したやつがきっかけとなって、まあ,おあのお姉ちゃんの方がね覚醒するみたいな。流れになっていくのかなと思ってね。いやー気になりますね。ゲームが <laughs> っていう感じでございました。はい。いや、キャラクターも良かったですしね。うん、本当に良かった。アニメでしたね。タクトーパス、そんな感じでした。え。続きましてはプラオレです。評価はえっ、ー、と b まあ、c ですかね。はいということで、いやあのー？ よかったですね。なんか最後まで見てよかったなと思うというか、うん。その、やっぱスポーツものなんですよね。最後までスポコンっていうのが、その芯としてあって、 その、それを仲間の絆で紡いでいくっていう、まさに王道的なスポコンアニメの、そのレールっていうのをしっかり守っていながらも、その美少女のアイドル要素っていうのも入れてくるっていう、なんか欲張りセットみたいなね、作品でもあったんですけれどもね。まあ、実際も題アイドル要素はね、ほぼ合ってないようなものレベルにまで薄かったんですけれどもね。実際2回ぐらいしかダンスを踊んなかったんでね。でもう最終回のね、そのウィニングライブ、ビクトリーダンスか。ビクトリーダンスっていうのは、めっちゃ本当 CG 使ってなかったと思うんですけれども、 本当、普通に手書きの作画でねあの、描いていて、他のアイドルアニメに勝っちゃってよ、一発のライブでって思うぐらいね、すごい良かったですね。はい。ということで、まずね、王道行くというか、まあ、唯一無二感は結構ありましたね。続きましては、えー、最果てのパラディンです。評価は、これもめちゃめちゃ難しいところなんですけれども、B っていうことにしておきます。はい。の、えー、のパラディンはあ良かった たですね。うん。完成言ってる時点だと、あと1話残されていて、最終回1個前の、えー、感想になってくるんですけれども、ちょっと最終回が遅かったのでね、申し訳ございません。あのー、サイ初はってのパラディンはね、異世界転生ものなんですけれどもね、異世界転生そんなしてないんですよね。これもう異世界転生いらないんじゃないみたいなところもあったりするぐらいね、ほんと地に足ついたハイファンタジーっていう感じの作品でしたね。うん。まあ、基本的にこの作品は、あの、女性キャラはあんまりいないと、ほとんどが男のキャラクターたちで構成されている作品でございます。 まましてねあまりにももそれがもう終盤以降も続くっはい。で、まあ、そのメネルが、まあ、妖精使いみたいな感じの役職、役職っていうかね、まあ、そんな感じのキャラで、まあ、それで、後にね、あの、し、あの、銀遊詩人と商人っていう二人がね、追加されるっていう、何この四人のパーティーっていう結構、いびつな感じでなかなか面白い構成してるなと思ったんですけれどもね。まあ、それは置いときましてね。割とアニメ化としては、丁寧な感じありますよね。でも、正直、久山 まれるのは同時期に無色転生っっっててていいいいううももととすすごい地に足つつたねねないクオリティの異世界アニメがあるっていう点ですか、ねうんまあ、全体的に世界観とかも結構作り込まれていてね、うん、個人的には好きでしたね。やっぱ呪文の栄称ってすごい気になるところなんですよね。でもこの作品っていうのはそういう呪文の栄称がすごい結構かっこよく決まっていて、やっぱウィザードリーの系譜っていうのがすごいあるんですけれども、やっぱそこら辺でね、世界観っていうのはしっかり構築されていて、そこに地に足ついた主人公をぶち込むっていうのは、割と王道でね、ハイファンタジーすごい綺麗にしていたので、 なんかすごい安心して見れるアニメでしたね。はい。で、あの、第2期も決定したということで、この第2期に入ってくるとね、鉄サビ山脈っていう話に入ってきて、これがね、激アツの話でね、すごい楽しみなんですけれどもね。はい、というところで。まあ、そんな感じで、最イのパラディンは、えー、ビート評価でございました。えー、続きましては、海賊工場です。えー、海賊解女工場評価は、うーん、これ、めっちゃ良かったんですけれども、いや、終盤結構失速したかなっていう印象ありますね。 ええですかね。はい。いや、あの、結局面白かったんですけれども、だいぶふわふわっとしていたかなっていう印象はありましたね。うん。あの、この作品って、あの、作画にしろ、演出にしろ、音楽にしろ、めちゃくちゃ全部いいんですよ。すべてが高水準で最高の作品だったんですよね。で、6話あたりまでも、ストーリーっていうのはすごい、石の謎っていうのが中心にありつつも、まあ、それを取り巻くね、その、フェナとかね、あの、 その傭兵団みたいな連中とか、それに対するあの敵役やつらとかのね、その描き方っていうのがすごい綺麗にまとまっていて、すごい続きが気になる面白い話だったんですけれども、なんか終盤以降結構ずっと駆け足になっていって、最後の ところでなんか急にエデ,ンエデンの選択をせよみたいいなえ何それっていうで結局エデンっていうのがその物語を通してその目指していた場所、彼のちなんですけれども結局エデンっていう場所にあったのはその人類を管理するシステムみたいなものでそれを その、巫女であるフェナっていうのが、その選択をするみたいな場所なんですよね。それは代々受け継がれていったことで、その、フェナの代では、そのフェナがね、その人類をこれからどうするかっていう決断を迫られるっていう、結構急に出てきた話でね。結構見てて困惑したんですけれども、もうちょっと話あればいけたのかなって思いましたね。 ちょっとワンクールにしては、最後急に話がめっちゃ膨らんで、あと5話とか6話とかないと描き切れないのかなって思っちゃいました。だから最後急激にね、あの、畳まなきゃいけないっていうところに来て、あの、ちょっといろいろね、言葉足らずのところが多くてね、急に最後選択して、ダンっていう感じだったのかなというところでね、うん、なんかやっぱり中盤まではすごいめちゃくちゃね、今季の中でもトップクラスに良かったんですけれども、まあ、最後まで良かったのとしては最初言った通りね、 あの、ストーリー以外の全ての要素は最高クラスでしたね。でもストーリーがやっぱ最後全然締まんなかったなっていうところで、うん。そういうところで評価ちょっと下がっちゃったんですけれども、まあ、アニメとしてすごい前は面白かったのでね。まあ、評価は A ですかね。結構 S よりの僕人的には A かなとも思っておりますね。まあ、これはこれでまあ、最後はふわっとしてるけれども、それ以外の要素が全てカバーしてくれるぐらい、個人的には好きだったので、まあ結構好きでしたね。海賊工場 A です。えー、続きました、境界戦記ですね。 えー、境界戦記なんですけれども、評価は、ちょっと個人的にはー、C って感じでしたかね。うん ロボットアニメ、手書きのロボットアニメとして、かなり期待度は高かったんですけれども、まあ、最初ら辺はすごい好きでしたがね、うん。主人公のアモーがメイン、あの、ケンブリに乗ってね、嫌をなくね、戦いに巻き込まれていくっていう流れは、まあ、すごい王道な、その、リアルロボット系の、その、ストーリーとして、あの、入りとしてはすごい面白かったんですよね。脇についているマスコットっていう、サポート AI っていうのも、見た目的にはすごい子供的で、その子供受け狙ってるのかなっていうところもあるんですけれども、実際このキャラクターが いるるおかかげげででそのキャラクター同士をしっかりつなげてくれるんですよね、うん、なんか人間としてあんまり、その、出来上がっていない子たちが、このサポート AI によって繋がっていくっていう関係性でございますので、そういう感じでは、やっぱいてよかったというか、うん、この掛け合いっていうのはなかなか面白くてよかったですね。はい。で、やっぱり話が進むにつれて、あんまりロボットの戦闘シーンっていうのに迫力がなくなってきてるなっていう印象が強かったですね。あと全体的に話の進むスピードがめちゃくちゃゆっくりなんですよね。うん。割とレジスタンスっていう小規模な 活動をあの転々として行っていく中で、まあ、ゴーストっていう。どうにか対処しなければいけない。存在に対して、そのアプローチをかけていくっていうのが、このワンクール目の話になってくるんですけれども、その最初の目標であるゴーストってやつがあまりにも強すぎるというか、もうそいつにすごい手間取っていてね。全然話が進まないんですよね。これ。 話終わんのかなっていうね、分割にクールなのかはちょっとわかんないんですけれども、たとえにクールだとしても、この話のスピード大丈夫かなって心配になるぐらいすごいゆっくり話が進んでいくので、なかなかちょっとそこら辺では気になりますね。うん、というところでね。まあ、境界戦議、あとはね、割とずっと言ってるんですけれども、あんまり好きになれるキャラクターが今んとこいないのと、あと印象的なキャラもあんまりいないっていうところでね。うん、なかなか、 厳しいかなとも、個人的には思っちゃいましたね。はい。というところで、割とね、いいところはあるんですけれども、うーんって思っちゃう要素も結構ありました。はい。というところで評価は C ですかね。え続きましては、え先輩がうざい後輩の話です。評価は、 ええですね。はい。いや、これは毎週の癒しい枠でしたね。すごい日常系として面白かったですね。まあ、先輩と後輩という、まあ、双葉とまあ武田先輩っていうのがまあ主軸としてあるんですけれども、まあ、そこに他にもね、いろいろカップルが存在してっていうことで、うん。個人的にはね、ちょっと名前が出てこないんですけれども、あの、 弟くんと、あの、褐色お姉さんのね、あの組み合わせは最高でしたね。あれだけでずっと見たいぐらいの、結構好きなキャラクターだったんですけれどもね。うん。まあ、年齢的にすごい高水準の日常アニメっていう感じで、本当に面白かったですね。あのー、そんな感じでしたかね。はい、というところで、評価は A でございました。続きましては、逆転世界の電池象徴です。評価は B です。はい、えー、面白かったですね。正直これは、あの、1話とか2話の段階だと、 もう切ろうかなって思っていたぐらいの作品だったんですよね。うん。でもなんか、そのやっぱロボットアグだから見よっかなと思ってね、割と、ちょっと最初ら辺はね、ダラダラ見ていたんですけれども、気づいたら結構面白くてね、うん、前のめりで見ていたっていう自分がいまして、あのー、そうですね、最初は、うん、今季の中だと一番ロボットアグだと下かなと思っていたんですけれども、最終的には、うん、メガトン級武蔵並ぶぐらいには結構面白かったかなと思いました。ちょっと下ぐらいですかね。うん。ということで、この上がり幅で言うとね、 一番上がった作品かなとも、個人的に思いました。うん。やっぱり、主人公とね、あの、そばの、ね、借金取りのやつは、最後ら辺まであんまり好きではなかったんですけれども、まあ、他のキャラクターがいい味出してたかなと。あとね、やっぱり、熱血作品ということで、熱いところしっかり熱く決めてくるんですよね。といった感じで、ワンクール通して見続けていく中で好きになれた作品ですね。うん。アニメーションとしてもすごいね、クオリティが高くって、すごい丁寧な作りなんですよね。てか、今の時代に、この、なんつうのかな、秋葉が 舞台で、過去に失った熱量を取り戻していくみたいなのがテーマの作品って、なんかすごい今の時代には全然合ってないんですけれども、あえてそれをやるっていう、なんか制作サイドの着替えみたいなのが見えてきて、なんかすごい好きになれましたね。はい。ということで、逆転世界の伝承とすごくいい作品だと思いました。あの、B です。続きましては、えー、86ですね。86評価は S ですね。 ま、S アイスなんですけれども、ちょっと、結構ね、86延期多かったですよねで。すごい悲しいんですけれどもね、最終は、一応年内放送の最後の回、 でですね、もう悲しい発表として、まあ、残り2話を残して、3月まで延期っていうね、もう衝撃の発表がありましたね。うん。めちゃくちゃ面白いんですけれども、これだけ期間空いちゃうと、ちょっと話的にも、ちょっと熱下がっちゃうよねっていう心配感があるんですけれども、大丈夫でしょうかね。うん。いや、それは置いときまして、ET6 の内容自体はね、まあ、今回がその第2クールっていうところになってくるんですけれども、うん、非常に良かった。 これに関しては、やっぱフレデリカっていう、この神経のキャラクターが、どれだけ良かったのかっていうところにつけるかなとも思いましたけれどもね。うん。で、そうですね。戦闘シーンの枯れさってのも一層増していって、モルフォードの戦いなんか、もう最高の一言でしたね。うん。で、まあ、できればね、あと2話流れてみたかったんですけれどもね、3ヶ月後、いやー楽しみですね。もうすごい最終回をね、待っています。で続きましては、プラチナエンドです。評価は、 これは結構悩みどころなんですけれども、C ですかね。うん。あの、面白かった。 です。はいまあ、最初の頃はそんなにかなと思ったんですけれども、結構終盤あたりでまあ、総力戦になってあたりですかね。あ、そこから辺からかなり面白かったかなという印象を受けました。うん、結構ね。キャラクター的にはあの初めがね。いいキャラクターしてるなと思ったんですけれどもね。やっぱりそのどん底にいたからこそ、この赤の矢を刺されたことによって感情を得るっていうね。愛という感情をその初めて感じるっていう。あの流れはすごいね。笑っちゃうんですけれども、そう。良かったですね。うんまあ、他はですね。結構戦。いを れはその頭脳戦みたいいな感じでで描かれていくんですよね結構長くてだれてるような印象が強かったですかね。うん。まあ、終盤もそうですけど、中盤のあたりの戦いも、まあ同じようなことがいるかなとも思うんですけれどもね。はい。まあプラチナエンド自体は結構終盤に行くにつれて、やっぱりしっかりと盛り上がりを見せてくれたので、かなり良かったですね。まあ第2クール、 まであるということで、まあ、続けて見ていきたい作品かなと思いました。はい。ということで。あとね、主人公にどうにかなんか頑張ってもらいたいなっていうところでございますかね。ちょっとこの作品はね、主人公が弱いかなって印象はすごくあります。はい。というところでございました。続きましては、ルパン三世、パート6です。評価は、 これもね、難しいですけども、B ですかね。いや、A でもいいかなと思うんですが、と言ってもね、これ、本当話話事で全然評価が違うというか、全く別の話なのでね、うん。あの、まあ、全体通してどういうかですよね。一応、パード6っていうのは、 一応主軸としてはルパンとホームズっていうのが描かれていくんですよね。まあ、それが一応あるんですけれども、結構オムニバス形式でいろんなゲストの方が脚本として入って、まあ、その方の脚本で描かれてくるそのオムニバスエピソードっていうのが、の半分以上を占め、半分ぐらいかなもう占めているんですよね。うん。で、まあね、やっぱそのどの回でも結構いい回もあれば、そんなにって思うような回もあったりするんですよね。そういうところでね、全体まとめるとどうかなと思った時に、 まあ、AB 空いたぐらいかなって印象なんですけれどもね。うん。やっぱ印象に残るのは、 おしいさんの回とかですかね。あの回はマジでよくわかんないんですよ、うん。結構テーマがすごい深くて難しいんですよね。あの最初のダイナーなんていうのは今思えばちょっとわかってくるんですけれども、新しい10話でもね、おしいさんの回があって、それはね、また難しいテーマでね、これもまだね、よくわかってないんですけれどもね。うん。その逆に漆黒のダイヤモンドみたいな、結構ね、わかりやすいようなルパンの話っていうのも入ってたりするんですよね、オムニバースの中にも。うん。というところでね、あの、やっぱ 会によって結構まばらなんですよね。というところで。やっぱなかなか評価が難しいんですけれども、個人的には、ま、ここら辺かなっていう印象でした。はい。ということでございます。続きましては、テスラノートです。評価は、まあ、C ですかね。はい。ま、あね、一時期はね、評価を A にするっていう、な、何をしてるんだっていう時期もあったりしたんですけれども、まあ、あれは大真面目に A ぐらいに面白さを感じていたんですけれどもね。まあ、全体通してみると、まあ、C、 にせざるを得ないかなっていうところありますかね。B にするのもね、ね、ちょっとあれですもんね、と思っちゃって、なかなか難しいんですけれどもね。でも、実際最後まで、ね、面白かったとは思いました。てまあ、終盤はちょっとかなって印象あったんですけれどもね。うん、まあ。特に中盤あたりが一番物語的なピークだったかなと。で、テスラノートは、あの、前編 CG なんですけれども、その、表情をね、すごい、 作るんですよね。やっぱ 3DCG で全編やる作品っていうと、やっぱモデリングがすごいしっかりしないと表情はね、ほぼほぼ固定でいっちゃうんですよね。でもこの作品も、あの、そこまで良くはないんですけれども、どうにかしてね、キャラクターに表情を豊かさせるために、CG なんですけれども、しっかり手書きで表情を作ってきたりしているんですよね。そういうシーンが、どん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 話を進むにつれて増えていって、あれこれ、すごい、 やれる範囲の中ですごい最大限の努力してるなっていうのが、すごい制作サイドの方がちょっと見え隠れしていたので、結構好きだったんですよね。うん、で、声優さんの演技なんかもね、すごいハマっていて、それに合わせてね、CG のキャラクターがすごい結構ね、ゴリゴリ動いてくるので、すごい見ていて楽しい作品でしたね。すごいキャラクターもね、ぶっ飛んでるキャラクターも非常に多かったりしたので、はい。ということで、やっぱりキャラクターがすごい良かったので、その掛け合いっていうのはすごく面白かったですね。はい。まあ、終盤はね、かなりシリアスにいっちゃって、そういうのもちょっと、なりを潜 てていたりしてでそのシリアスに行くにつれてその話の面白さでカバーしていたところがそのさらけ出されちゃってね <laughs> この作品の穴っていうのがすごい前面に出ていたので、まあ、そういうところで、まあ、全体を通してみるとやっぱり死にせざるを得ないかなっていうところはありましたがねうん。 最後、鬼滅の刃、遊楽編です。ちょっとね、ここに入れるの忘れていたんですけれども、12月から始まっていた鬼滅の刃ですね。まあ、現時点だとまだ第4話ということでね、まあ、そこまでの話なんですけれども、まあ、評価は、まず、まあ、SS ですかね、うん、やっぱ抜きんでてすごいなっていうところありましたね。やっぱ u、FO、テーブルの凄さというかね、まだ遊楽編って始まって、まだ第4話っていうね、物語もまだ、まあ、その、上がってくる段階の、まあ、序章の部分なんですよね。まあ、ですので、うん、これからどんどん ね評価を上げていきたいんですけれどもでもそれの段階でもねこれ相当面白いのでさすがにちょっと SS かなとも思っちゃうぐらい圧巻という一言につきましたねはいというところでま鬼滅のエヴはそんな感じでしたかねまあ、これからね1月からも続いていく作品なのでこれからも楽しみなところでございますはいということで以上がですね2021秋アニメ最終回まで視聴しての感想と評価でございました SS から SABC こんな感じでございます 最後に全体を見回してみましてちょっと変えるところは変えていきますのでちょっと飛ばさせていただきますはいということで改めて、まあ、全体を見まして変えるものを変えました結構ね変わった作品があるんですけれどもいや割と長い時間悩んでしまいましたまずですね S から SS にコミさんはコミュ障ですはあげましたで、えー、と S から A に一つ下げたものが、えー、異世界食堂2ですねが一つ下がりました はい。で、あとはですね、A から B に、えー、海賊王女を落としまして、えー、B から A に月トライカとノスペラトゥを上げました。はい。で、B から C に真の仲間を一つ下げました、えー。以上ですかね。はい。まあ、そういう形となりまして、まあ、これが、えー、最終的な 2021秋アニメの個人的な最初評価ということにさせてください。最後に秋アニメの総評なんですけれども、今期はね、始まった頃からかなりの大豊作なクールだって言われていましたが、まあ、終わってみても相当豊作だったなっていうところで締めくくられたかなと思います。はい。やっぱね、本当に面白い作品たちも、 個人的に評価的にね、SSS の作品たちっていうのは本当ずば抜けて面白かったかなというところで、A の作品も、まあ、それに次ぐっていう形ですけれども、めちゃくちゃ面白かったです。B、C の作品に関しても、あの、正直、もう全部面白かったとは言えますね。まあ、C の一部の作品にはそれはちょっと当てはまらないところもあったりはしますけれども、本当全体的にすごい面白い作品ばかりで良かったですね。あと印象的に残ったのは、 えっと、まあ、中盤以降すごい失速する作品が、すごい今季は多かったかなという印象を受けましたね。はい。まあ、それで最初はすごい評価高かった作品でも、ま、後半一気にガクッと落とした作品っていうのは、かなり見受けられました。特にオリジナル作品に多く見受けられたかなとも思いました。はい。というところでね、まあ、個人的にはそんな感じでございましたかね、秋アニメ。まあ、皆さんどう思いましたかま、ぜひともね、皆さんが、このね、2021秋アニメで面白かった作品とか、これはちょっとあんまりだったなとかいう作品とかね、何か色々ありましたら、ぜひとも コメント欄にどうし,どしお書きください。ということで、2021年のアニメはこれにて量ということで、まあ、2022年からもね、まあ、引き続きアニメの感想などやっていきますのでよろしくお願いします。ということで今回は以上です。さよなら。